女子プロゴルフ界のレジェンドが一堂に会しました。おー！国内外で通算62勝を挙げた岡本綾子プロの始球式で始まった、その名も岡本綾子カップ。新南愛知カントリークラブ美浜コースに歴代の賞金女王を含むレジェンド42人が集まり、真剣な表情で技を競い合いました。競技は18ホールのストロークプレーで行われ、不動優里プロが堂々の2年連続優勝で賞金100万円を獲得しました。